ねえ神様お願い。今週は先週に引き続き富山が生んだ仲良しギターポップバンドパレットの皆さんがゲストです。ボーカルの竹さん、ギター1のコットンキャンディー阿部さん、ギター2でコーラスも担当しているしゅんさん、ベースの吉野さん、ドラムの春郎さんからなる5人組のバンドです。先日サード EP シナスタジアを発売されました。これまで色にまつわるタイトルで CD を出してきたパレットですが、今回もそれを踏まえて色にまつわるタイトルを発表しました。シナスタジアというのは共感覚という意味で、音や文字から色を感じる、形から味を感じるといった知覚現象の一つなんだそうです。人間が誰しも持っている能力なんですけれども、成長するにつれてなくなっていくもので、このサード EP にはもう一度それらを呼び起こしてパレットの音楽を聴いた人それぞれに彩ってほしいとの思いが込められています。今週も引き続きシナスタジアについてお話を伺っています。4曲入りなんですね。そうですね、はい、4曲入りです。どんな作品に皆さんにとってなりましたか？そうですね、どんな作品、うん、最高傑作じゃないですか。間違いない傑作、間違いないと思います。波4枚 CD あるけど一番いいです。間違いないですね。なんかもう俺、今の俺たちにできることは全部詰め込んだとは言えると思います。集大成みたいな。本当に詰め込んだ、まさに集大成です。今の全力をぶつけた1枚。大変だったもんな。本当に大変だったんですか？こんなにね、時にはバチってね。ね、そうなんですよ。やっぱ喧嘩もしましたね。喧嘩もしました。仲良しだけど喧嘩もしたんですね。河原でね、殴り合って、河原で殴り合って、なんか青春ドラマみたいですね。夕日を見ながら仲直りをした ね泣いたね、うん、何が大変だったんですか？喧嘩までするぐらいですね。いやもうそれは本当に細かいことですよ、うんうん、細かいけど、やっぱ全員がこのシナスタジア作ることにあたって本気だったんですよ、本当に、うんうんうん、全員がこうしたい、こうしたいっていうか、こうしたらもっと良くなるっていうのをみんなが持ってたんで、それをこう合わせて、すり合わせていくのがやっぱ大変というか、いや俺はこう思う、いや俺はこう思うっていうのが2人だけじゃなくて3人、まあもうそういうのがみんなあったんで、ぶつけ合いですね。そうですね、そこはもう譲りたくないし。そうですね、譲れないですもんね、皆さん自身もやっぱり。でもそれを別に誰かが分かって我慢するってなったんじゃなくて、ちゃんと5人ですり合わせれたのがこの CD なんですよ。すごい。そうだね、納得できた。全員納得してると思います。全員納得してできたね。一番いい形になったわ、ね、本当にこうなるんだと。じゃあもう本当にむちゃくちゃ自信作。むちゃくちゃ自信作。これはむちゃくちゃ自信作。富山中を揺るがす、うん、揺るがすと思います。すごい、そこまででもこう言えるっていうのが本当にすごいことですよね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。私も聞かせていただいたんですけれども、はい、なんかすごいポップでハッピーだなっていうのがまず第一印象だったんですよね。でもなんかちょっと切なかったり、うん、でやっぱりこの声質ですよね。あのお二人がコーラスで入っていらっしゃいますし、しゅんさんがね、はいはい、あのお二人でのやっぱりずっと一緒にやってこられたからっていう、このなんか信頼感っていうんですかね。あ、なんかすごいそういうのを感じました。あの本当に声質が相性いいってだけじゃなくって、本当にぴったりハマってるんですよ。だってよ、ぴったり。それはもう本当に俺らのど自慢出ましたから。あ、そうですか。二人で、そうなんですか。金婚頑固になりましたから。すごいすごいね。なんかこうチームワークっていうか、なんかもうそういうのを飛び越えたぴったりさっていうのをすごいまず感じて鳥肌立ちましたね。お、まあ、実際そのまあ8年間やってるってのもありますけど、まあどのメンバーになっても俺の左側にはしゅんちゃんがいるわけです。なんかなんやろ、別にこうすごいいるだけで安心できるというか、いやそれはすごいありますね。いや本当にあの聞かせていただいてめっちゃくちゃかっこよかったです。ありがとうございます、あの歌詞ってどなたが書いてらっしゃるんですか？タケです。そうなんですか。全部書いてらっしゃるんですか？全部書いてます。すごい。どんな時に思いつくんですか？なんか女性目線のものとかもありますよね。ちょっとやめてください、やめてください。ちょっと恥ずかしいんで。すごい聞いてみたいんですよ。歌詞ですか？どういう時に思いつくのかなって。そうですね、うん、やっぱこう結局自分の歌詞になっちゃうんですよ。自分の歌にしちゃうというか、自分の気持ちを書いちゃうんですけど、その時の自分の恋愛観であったり、あの経験とか、ああこうだったなっていうのをただただ文字でガーッて殴り書きして、そこからちょっとこれ
ていう風に拾っていくっていう作業をするんですけど、もう本当に1個の歌詞に対し、あの曲の歌詞に対して多分盛りなしで2倍3倍いかんぐらいは文字バーって書くんですよ。ノートにダーって書いてそれを拾っていくっていう、とりあえず書いてみるみたいな。そうですね、はい、頑張ってるねでしょ。いやがん、まあ、その時頑張ってる感覚あんまないですけどとりあえず書きたいことを、そうそう、ね、思いついたことを書き留めていく。ひょうきんな感じの方なのに実はものすごく情熱的なんじゃないかって思いましたね。まあ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 、それはね、実は売れたいんじゃないの。バチっちゃうよこれここでバチっちゃう、ここでバチっちゃうの。河原行こう、河原行こう、後ろ方河原行こう。でもこれ皆さんの皆さんが全力ぶつけてる、さっきの話からすごい分かるんですけど、音から聞いても皆さん全力本気でぶつけてるんだなっていうのが分かりますよね。やっぱり出し惜しみしないみたいな、そんなのがすごく全部の曲から伝わってきて、うん、あとリフレインがすごく特徴的ですよね。同じようなそのフレーズがこう何度も何度も繰り返していくような、ああいうのすごく特徴的だなって思って。それリフレインって言うんですね。リフレイン勉強になった。リフレイン、リフレイン、曲名とかですよ。曲は阿部さんがさっき作ってますっていう話されてましたけど、なんかこうご自身で心に留めて書いてることってあるんですか。僕ね、こう曲を作ろうって思って作ることができなくて、僕ね曲が舞い降りてくるんですよ。あらー、天から、あー来ちゃいました。天からね、それここでリバーブかけてもらっていいですか。天から舞い降りてくるんですよ。でその舞い降りてきたのを iPad に入力していくんですよ、はい、そうそうそう、舞い降りてきた、それの作業なんや、うん、そうそうそう、あ舞い降りてきた iPad に。じゃあ突然なんですか。突然、本当に。へー、本当にそれはあの武さん書かれた歌詞を受けてとかそういうことではないんですか。僕入ってからは曲は先にできます。逆なんですよ、だから難しいんですよ。そうですね、本当にバーって書いてた後にこのフレーズにこうやって当てはめてみたいなことですね。そうなんですよ。いや、あのこのシナスタジアのリードソングの君が好きって曲があるんですけど、これ歌詞とかメロができる前に楽器隊が最強だったんですよできた時点で、ね、うん、プレッシャ ー、 最適だったな。プレッシャーも言ってましたしね、ちょっと頼むよみたいな感じで、結構嫌っぽいで口出せするぞと。これまけの歌詞はもう、あ、じゃあ結構実際口出しされたんですか。どうですか皆さん。いや、まあまあまあ、したとこもあります。したとこもあるんかい。まあでも結構その大筋はね、全然何それ、ありがとうございます、ね、でも初めて聞いた時はすごい、うん、ね、うわ、いいわってなって、金沢恥ずかしい、あの日も恥ずかしい、あの日はね、だけどもうこの歌詞本当にもう練りに練って、うん、なかなか聴かせてくれなかったです俺らにも、スタジオの時も歌ってくれないし、うん、中途半端にしたくなくて、そう、そうですか、もうこれだって思ったものしか出したくないっていう、はい、そうそう、でメンバーみんなで飲みに行った時に、うん、竹聴かせてよっつって、でその時に歌ってもらってね、うん、もう酔っ払った竹以外のメンバー号泣自分たちの曲で号泣するって、めっちゃいい歌ね、号泣だった。だ面白いですよ、その曲が2度できるというか曲楽器隊だけで曲ができて、うん、もうそれだけでもあかっこいい、うん、でそこになんか自分でもあれですけど自分の歌がこう入って命が宿るというか、うん、あ、なるほど、あ、こういうことになるんだっていうのが自分でもなるんで、うん、なんかちょっと不思議な感覚かもしれないですね。そうですね、作ってる感はすごくあります。あ、ですよね、うん、そう、阿部さんが曲を書かれた後になんかその他の皆さんでこれはこうした方がいいんじゃないみたいなとかあるんですか。あります、あります、おのおののパート、うん、おのおのありますね、うん、意見を結構聞いてくれるんで、あ、うん、どうみたいな、いっぱい皆さんのを聞こうっていう。そうですね、まあ、でもみんなでやってる、その結構阿部が引っ張ってってくれてるんですけど、うん、その曲に関してはだけど、そのちゃんと各々もやりたいこと持ってて、それをこうねじ込もうねじ込もうとしてるんで、うん、そこはなんか、あ、バンドだなって。そうですね、みんなで作ってる、阿部に頼ってないっていう。そうですね、みんなで作ってるんだっていうのがすごく感じられますよね、はい、うん、そうですね、いいな。怖いですけどね、その阿部の曲をいじるっていうのはおもう天才なんで、この子はこの子天才なんで、ね、神がついてますからね。そうなんです、前寄りちゃってる、前寄りちゃってるから、それに神に口出しをする、口出し、阿部に口出すというよりは神に口出す、神を、そう、
神に口出しして、でも結果言い方になったけど ね、 そうですね。曲ってどこまで阿部さんが作られるんですか？皆さんのパートまでを細かくこうやってくるんですか？そうですね、ドラム、ベース、リード、バッキングと全部。そうなんですね。基本的にバーって阿部くんがもう全部作って、細部まで作って、で、おのおのがこう、これはここがいい、あこういう風にアレンジした方がいいんじゃないとか、はい、うん、頭の中にそう全部の楽器がこう来るってことですか？そうですね、まあでも降りてくるだけなんです。それを iPad に送ってるだけなんで、アベは別にすごくないです。俺は降りてくるものを紙がすごいだけ iPad に作業芸なんで、アベじゃない。降りてきた時に神の言葉を、ありがとう、ありがとうね。仲介役みたいな感じ。仲介役なんですか？降りてきたもの。いやいやいや、そんなことないと思いますよ。みんなでこう作ってる感じがもうすっごい伝わってきて、すごい羨ましいです。なんか青春してるなみたいな。あ、間違いない。なんかその感覚がある。その感覚ありますね。そんな感じを感じます、すごく。熱いよね、なんか胸がというか。死ぬ前にあの時楽しかったなって思いそうだよね。思いそうだね。間違いない。すごいいい年の取り方しそうですよね、皆さんね。羨ましい。そうだね。気持ち悪いですよ、なんか最近とか。気持ち悪い。もうこのアルバム、あのシナスタジアを作るにあたって仲が深まりすぎて、あなんかもう好きとか言うんですよ。でも大好きでしょ。いや大好き、大好き。みんな5人の LINE でみんなと好きだよ、みんなバンドできて突然話題変えて、そういきなりだよとか言い出す。マジ好きだからみたいな。憧れますね。そういう関係。気持ち悪い。さっきハルロ、みんなそのみんな好きだよみたいな。ハロチューって。チューってお前。彼女に送るやつも。そのラインね。全然送っちゃいます。いいな。またその好きだよってことを伝えても大丈夫っていう関係はすごい。そうですね。好きだよっていうところで、あの君が好きって曲ね、あれも。推しの曲だっていう風に、ね、これあのミュージックビデオも撮影されたんですよね。見ましたよ。ありがとうございます。何あれ超かっこいい。あの動画がね、もうツイッターですごい反響ですよね。なんかすごい本格的。本格的ですよ。皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。視聴者の皆さん、なんと2日でリツイート241件、いいね387件。すごい。いや本当にすごいと思う。これは。でもこれからもどんどん見てもらいたいですよね。いやもちろん。すごくあれ本格的じゃないですか。どうやって撮ったんですかあれって。あの僕の親友で、あの映像をやってる友達がいて、それもバンドつながりで、あの東京の友達なんですけど、そいつにもう無理をお願いして、もうそのそいつの愛も含まれてるんですよ、その映像には。でもそれでもう本当に無理言って、お願いお願いっていうので、でもそいつも、いやお前らのは撮ってあげたいわっていうので、そこにもなんかこうグッとくるものがあって、俺らもそうそうですね。ありがたかった。すごい。もう言ったらもうこのアルバム、あの CD 出すにあたって、いろいろいろんなところにもうつながりの CD なんですよ、この CD は。レコーディングしてくれた人も先輩ですし、撮影もそうだし、もういろんな人に助けてもらって、わがまま言いまくって、俺らがなんかいいものを作ってあげたいっていう、そのみんなの愛でできてます。ありがとう、ありがとうございます。本当に関わってくれた人でそういう風に思える皆さんがすごい素敵です。やっぱりそんなことないですよ。褒められた。いやミュージックビデオ見せてもらったんですけども、すごいかっこよくって、一人一人皆さんなんていうんですかね、舞台映えする、すごい、なんか本当一人一人光ってるんですよね。光ってる。光ってる。そう。吉野が含まれてます。吉野も含まれてますよ。もちろん。おお。ちょっと舞台映え。そう。舞台映えする本当に。PV どうだった？吉野。PV はすっごい良くて、やっぱりあのざっくりしちゃったね。あのやっぱり映像としてもこう何ですかね、見てて伝わってくるもん。自分もともとこうパレット自体がファンで、好きで、で多分メンバーとしても多分聴き方がちょっと違う部分もあるとは思うんですけど、やっぱりなんか見てて自分がちょっと感動しちゃう感じがあるというか、あのまたあの出てくれた女の子もよくて、ああ可愛い女の子がね、出ておられましたね、感動したんだ。
感動した。本当になんかすごい、まあ、歌詞とかもやっぱりこう出てくる、うん、こう出てくる歌詞、うんうん、なんかちょうど重なるものがやっぱりある。なるほどね、そういう時期だったもんな。それはね、なるよな、あれは共感を生むと思うんだよね、の歌、ね、誰もが一度思う。そう、やめれそういうプライベートも話してますからね、みんな分かってるんですよ、うん、そういうの、うん、じゃ皆さんのなんかそういう本当に1から10までがこう結集されてそうですね、できたってことになるんですかね。いやー、いいなー、すごい。それもぜひ見てもらいたいですね、たくさん見てもらいたい、本当に、本当に見てもらいたいですね。はい、YouTube で検索してください。本当ですね、パレット、君が好きでぜひミュージックビデオ見てすっごいライブ行きたいって思ったんですよ。だから多分こう思う人他にもたくさんいると思うんで、ありがとうございます。まだライブに行ったことがないって方、ね、まずミュージックビデオからぜひぜひって感じです、はい、本当に。お願いします。富山のライブハウスってなんか敷居が高い気がするんですよ。そこをやっぱ自分たちの PV 見て、あ、ちょっと興味あるかもっていう人が来てくれたら、俺たちあのライブの方が絶対自信あるんで、お間違いなくうん、絶対何か感じてなんかこう何かを投げかけることはできるんで、ライブバンドとしてやってるんで、そこはやっぱ実際に音を聞いて目で見て肌で感じてほしいですね。うーん、まあ、この CD もそうですけれども、どういう風にシナスタジア楽しんでもらいたいですか、はい、やっぱどういう風に聞いてもらいたいか、ね、じゃあ俺の言っていい、うん、こう音楽って本当に音ですけど、うん、音だけじゃない部分ってあるじゃないですか。例えばなんかこう失恋してたら失恋ソングとか聞いてちょっと励みになったり、なんかこう切ない時にすごい切なくなったり、逆にこう自分野球やってたんですけど試合前に絶対聴く曲とかあったり、こう音楽ってそれ音だけじゃない力って絶対あると思うんですよ。それをこうシナスタジアにも絶対それはあるんで、これを聞いてなんか心にファッてなる何かを感じてほしい。それだ。うん、それで行こう。それで行こう。ざっくりすぎたかな。それで行こう。でも絶対あると思うんですよ。そうだね。それは。だからそういう意味ではなんかシナスタジオ共感覚みたいなのに近いのかもしれないです。聴覚がこうなんかにあったかくなったりするじゃないですか。何かに変換される。そうですね。やっぱ歌物のバンドなんで、曲、歌詞とかその音楽聞いて何か感じてもらいたいっていうのは。やっぱありますね、皆さんこう魂込めて作ってらっしゃいますしね。ぜひたくさんの人に聞いていただきたいなと思いますけれども、これどこで手に入るんでしょうか。まあ、基本はライブハウスで、もう言ったら自分たちの手で聞いてくれる人に渡したいんですよ。なるほど。ちゃんとありがとうってその人に言いたいんで、本当はライブハウスで渡したいです。本当は。じゃあライブに来てくれと。そうです、まずはそれそういうことですね。まずはそれをそう一番に置きたいですけど、まあでもライブハウスっていうのはちょっと怖いとかなんか敷居高いっていうのはあると思うんで、店頭でもソウルパワーの下のあのアンダーザステージ、あとファボーレのブックス中田さんとか、県内のあの CD ショップ今あのお願いしますって頼んでる段階なんですけど、いろんなところに置かせてもらう予定なんで、はい、ぜひそちらでも。そうですね、あのツイッターとかでねそういう情報とかはあの出すんで、はい、パレットのオフィシャルツイッターの方もね、はい、ぜひフォローお願いします。こちらで、まあ、ライブ情報だったりとか、まあ、日々のあれやこれやも、はい、見られたりするかなっていう。結構あれやこれや載せますから俺ら。あれやこれや載せますね。そう、そちらも見られるということですので、ぜひツイッターの方も、ね、チェックしていただいて、はい、でもぜひともライブ会場に足を運んでいただき、ね、皆さんに会いに来てもらいたいですよね、やっぱり ね、 そうですね、この感じなんで、全然絡み方もこの感じで、こんな感じで、全然こんな感じ、5人でかかりますんで、5人でいきますね、だいぶ強烈ですね。間違いない。なんでそういった、ね、本当にこう実際に会ってお話しするっていうのもまた一つのライブ会場の楽しみでもね、 ありますからね。ぜひぜひ今後の活動にも注目してもらえたらいいなと思いますね。はい、これからなんですけれども、こう目標だったりこういう風に活動していきたいなっていう思いとかあったら教えてもらえますか。ちょっとねこの君が好きのね反響がちょっとあまりにも大きかったので、ね、
あわよくば売れたいなあれあれあれマジかマジか言ってる売れたいだというかねもっと有名になりたいとか、まあ、いろんな人に富山県聞いてほしいないだけでなく、ね、確かにいろんな人にとにかく聞いてほしいそれはないっていうのは思いますね違いない本当に売れたいというか、うん、いや、やっぱ俺ら作ってるものは知ってもらわないと意味がないんでそうですね、うん、なんで、まあ、いろんな人に聞いていろんな人のなんかこうファッっていうのが感じてもらえればなと、ミュージックビデオもなんか他のもまたどんどん作ってもらいたいです、ね、見たい見たいいやちょっとね楽しかったもんね。楽しかった。撮影が本当にマジで楽しかったんで。新しい遊びだね。映像をつけることで。すごいすごい。千葉さん皆さんも見てみたいなと思いました。結構ねキメキメなあのあんな感じでやってますからね。キメキメですね。キャラ的にはちょっと違うかもしれないですけど。なんでね本当もそうですねこれからも本当にもう。バリバリ活動していってもらいたいなと思います。うん、ライブ活動にまた曲作りに本当にお忙しいかと思いますけれども楽しんで活動していってもらいたいなと思います、はい、私も応援しております、はい、ありがとうございます。またあのぜひ遊びに来てください。あもう、はい、ぜひ誘っていただければはい。じゃあこれからも頑張ってください、はい、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。